今回は、ゴルフ初心者が分かるようにルールやマナーを解説してみたと。私、脱臼事故発生って書いてあるから、はい、ファーオーっていう。ファーオーなんですか。もう太さ、前のことやるときに小声で喋るようにするから、あれやっぱ大体けど、マナーもちろん、打ってるときやっぱこれだからさ、うん、はい、じゃあ13ホールですね、330かな、330ヤードパー4です。パー4、はい、いきますよ。で、この打球事故フォアって書いてあるんですけど、はい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 、これいつのタイミングですか。そうです、これです、これです。もう打った瞬間だよね。そう、打った瞬間、打球事故発生って書いてあるじゃん、はい、要は隣のホールに飛んだ時はってことだから、もう向こうが隣のホールなの。あ、なるほどなるほど、近いんですね。近いだよ、だからプレーしてるから、はい、もしこっから左に打っちゃった場合危ないじゃん、はいはいはい、だからそっち行っちゃいましたよって届くようにファーオーっていう。ファーオーなんですか。わからん、俺ファーだと思ってたよ。ファーだと思ったけど、あれ言うとフォアオーって書いてあるから、そう、ね、そうだから向こう行ったらフォアオーってちょっと思いました。そう、あのファーって発するとか思ったら、そう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 、フォアオー、そうそうそう、ね、言ってあげるっていうのが、ね、これがまあルールだよね、まあ、じゃあほとんど使うときはないってことですかね。いや、あるよ、だから行っちゃったら。あ、そっか、行ったら絶対言わないといけない。まあその腕次第だよね、うん、そうそうそう。ということで行きますね。はい、お願いします。まあまあだけど、なんか池やったな、うん、あ、本当ですか。おう、知らないとこに池やったの。知らないとこに確認しろっていうね。フォアオですね。フォアオだよ。これもさ、確認しなかったんだけど、はい、あのどこにさ、池があってさ、はい、っていうのを確認しないといけないんだよね、はい、このパネルでさ、ほら、これ池あるじゃん。あ、そうですね、本当だ。そうね、まあまあ、ここ264だから、はい、俺そんなに飛ばないから、そうだからまあ別に気にしなくていいけど、はい、ただこれがもうちょっとこっちにあったらさ、あ、そうですね、右打っちゃいけないなとかさ。あー、なるほどなるほど。まあまあ池の手前ぐらいから、ね、悪くはないでしょうっていう。そうですね、ここでもさ、あれだね、いいね、 OB がないね。そうですね、確かにそうですね。そう、右左さ、オープンになってるから、はい、これ右がワンペラ、ワンペラか、ワンペラで左はOB もワンペラもないからさ、フリーだから、ちょっと優しめって感じですか。まあ OB ないとやっぱいいよね、気楽だよね。これ高ちゃん、池越えしちゃうよ。池越え狙っていきますか。池越え狙っちゃうけど、あと142か、いきます。2打目ですね。2打目、140ぐらいだけど、多分ね、そんなにないから、おそらく130ぐらいだと思うんだよね。だから9番でいきます。9番、9番、はい。めっちゃ超えてる。結構超えましたね。めっちゃ超えてるな。山の方行きましたね。いや、ごめんごめん、フォローだ、風がいきなり、いきなりこれ吹いてきたわ。なるほど、フォローというと風が味方してくれてる。そう、風が、あの追い風、はいはいはい、だから飛んじゃうじゃん。だからさっきも飛んでたんですからね、ちょっと。そう、いや、さっきはね、そんな感じしなかった。基本はやっぱゴルフはさ、手前から攻めていきたいからさ、はいはいはい、そう、あんまね、オーバーするとかってあんま良くないよね。前に前に、ね、そう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 、前から前から、はい、そう、だからピッチングだったな。ピッチングでも強いか。ピッチングってピッチングっていう名前なんですか。そう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 、へー、野球のピッチングじゃないよ、ピッチングっていうクラブの名前。野球のピッチングじゃない。野球のピッチングではないでしょ、ゴルフだから。全然笑いにつなげれねえやん。あなた、だから降りましたよね、落ちていきましたね。うん、あるよ、そこに。ああ、本当ですね、ここですよ、ここです。はい、これまたね、難しいんですよね。こう傾斜になってて下りになってるじゃん。そうですね。そう、だから普通に打っちゃうとトップしやすいだよ、転がす気持ちで。はい、来ました。俺ワンピンチョイスね。そうだな、ワンピンチョイス使いすぎ。しつこい、しつこいですね。はい、打ち切ってる。ありがとうございます。3度目の打ち切り、ありがとうございます。
チキるな、今日。今日チキリ目ですね。オッケー。ボギー。ボギー。ボギー。ちょっとチキる流れかな、今日。今日チキです。早くも3チキ出てますからね。3チキ出てるな。はい、じゃあ、はい、14ホール、はい、344ヤードパー4です。パー4です。これ見てください。これね、絶対左に打っちゃいけないね。左池だから。そうですね、右はワンペラだから、なるべくまあ右だったら OK。 で逆で、アゲインストなんだよ、風が。なるほど。そう、アゲインストって言って逆風ね。逆風ですね。飛ばないから、そう、これ計算してからやるけどね。フォローとアゲインスト。フォローとアゲインスト。また向こう行った。池だ。ダメ。あんだけ左ダメって言うたのに。フラグです。フラグ。フラグになりましたね。なんで。フラグを回収しました。フラグ？フラグ。ね、フラグって。フラグって言わないですか？大丈夫よ。先に言っといて。あ、これ絶対左行った、左行ったダメ。ダメだからダメだから。あー、左行ったよっていうのはフラグ回収。あ、そうやって言うのね。なるほどなるほど。ごめん、全然俺通じんかった。全然意味なかった。いいね。めちゃくちゃ揺れます ね。この前もこんなような橋あったね。ありましたね。ね。こっちなんか開けてるから。そう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 。いいですね、なんかあれだよね。開放感あるよね。そうですね。ここのゴルフ場。はい、すっきりしてる。めちゃくちゃ揺れる。あれだよ。ぶらさないでよ、今のとこ。ブレてない、ブレてないよね、今。大丈夫。あ、もう全然ブレてない。大丈夫や、ね。はい。そう、やっぱブレちゃうとさ、見てる方はね。酔っちゃいますか。そう、酔っちゃうからさ。はい、これ、前4からですね。これ、前4だね。そう、前4で、ここが、残りが、150ぐらいだ。150ですね。そう、2打目、前4ですね。前4。はい。大体150ぐらいで、まぁ、ちょっと打ち上げですけど、7番で。はい。ちょっと短いかもしれないけど。これ、見えないんですね。黄色の旗あるでしょ、見えるな。あ、結構近いんですね。そう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 。アゲインストだからね、届かんと思うけどね。ちょい右だな。ちょい右だけど届いたっぽいね。あ、本当ですか。うん、ボールの色変わりましたね。オレンジだった。オレンジ。そう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 。イコールボールなくしてますってことだよね。OB でなくしてますってことだよね。これボールの色は別に特に決まりないですもんね。特に決まりないと思う。オレンジとか白とか黄色とか緑とかね。そうですね。そう、紫とかね。紫緑ねえか。緑結構やばい。上級者、緑見えねえな、多分な。上級者向けですね。あったな、はい、グリーンとかお前芝緑だから見えねえわ。緑ごめん、多分ないか。うん、オンしてますね。なんでオンしてますね。ちょっと右ですけど、まあ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 許容範囲でしょ。はいはい、よっしゃ。ナイスタッチ。ナイスタッチ。素晴らしい。ナイスタッチ。来たね。来ました。来たね。ナイスです。オッケーオッケー。ダボで済みましたね。素晴らしいですね。 OB からのダボ、はい、まあいいでしょう。よし、じゃあ15ホールですね。355ヤード、パー4です。パー4、はい、まだ、はい、まだ前いるんで、待ちなんで。なんか他聞いときたいことありますか。やっぱ気になる点としては、うん、ホール回ってるじゃないですか今。はいはいはい。でやっぱ人それぞれ速さが違うと思うんですけど、うん、どれぐらいで回るっていう目安とかあります？目安はね、確かね、2時間半とか。2時間半ハーフで。ハーフで2時間。そう、1から、9ホール。9ホール。10から18ホール。前半後半で、2時間半、2時間半で。2時間15分だったっけな。待ってた。多分そんぐらいで、ハーフは回ってくださいっていうのが、そうなんですね。基準であるよね。それぐらいで回れてたら、逆になんかもう全然打てなくても。
そう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 、迷惑かかってないってことですもんね。そう、結局そういうこと。うん、そうだからさ、そう、さっきも言ったけど、初心者の方がさ、いきなりホール回ってさ、うわ、ね、めっちゃ打った、めっちゃ打ったってなったとしても、別に走ってさ、そう、その時間内に終われば全然回るってこと。別に誰にも迷惑かけてるわけじゃないから。あ、そういうことなんですね。そう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 。あと気になる点がもう一個あって、その太一さん、前のこと言うときにあんまやっぱ小声で喋るようにするじゃないですか。 あれやっぱ最低限のマナーって、ね、もちろんもちろん、うん、打ってるときはやっぱ声だからさ、うん、そうシークレットとか、そうもちろん自分が打ってるときもシーンとさ、うん、そうした状態でさ、そうそう、それはまあマナーだよね。で打ち終わったらまあ基本的にはその喋ってもいけないけどってことですね。もちろんもちろん、ないっしょーっつって言ってね。だからみんな喋んないですね、その打つ瞬間に関して。そうだね、そうだね。そう、まあそこなんか見てればなんかなんとなく分かるような気もするけどな。あ、そうですね。気になるには気になるよな。気になりますね。浸透してるからさ。そうそう。よし、じゃあ行くぜ。はい。フォローですね。気づくね。気づくね。フォローですよ。言いたいだけなんですか。言いたがり。言いたがりスタイル。全然飛んでません。そう、なんかそれでゴルフってイメージあるよね。なんかこうしないと回っちゃいけないとかさ、ね、なんかなんでだろうな。俺全然気にしなかったんだけど、どうしてもあるよね、そういうイメージっていうか。やっぱりどうしてもこう入り込みづらいのがあるんですよ。やっぱ分かんないじゃないですか、ルールって。だからもう考察なのかな、どうなのかなってもさっきありましたけど。そうだね。あとはそうですね。そう、一番いいのはさ、もうゴルフ経験者と一緒に回るのがやっぱ一番いいかもしれない。あ、そうですね。いろいろ教えてくれるしさ、初心者同士だけで回ると、ちょっとね、そうですね。こういう時どうしたらいいとか分かんないかもしれないから。確かに。そう、経験してる人とやっぱ回るのがやっぱ一番だよね。特に最初は。俺もだって会社の時そうだったからさ。でもその時言われたんですか。とりあえずもうボール走っとれみたいな。そう、お前ふとしもずっと走れよっつって、もう最初から言われたから。あ、そうだったんですね。そう、後ろ待ってたりとかするし、そう、みんな、まあ、回ってる人たちも迷惑かかるから、とりあえず走れよっつって言って、走るのは自信あるからさ。そう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 、体力とかは。で、走り回って、うわ絶対でもこんなんやりたくねえって思っちゃったよね。そうなんちゃいますよね。楽しくはないよ。どうしたこの辺ちょっと見てみますか。はい、これちなみにあの、まあ、前の動画でもあったんですけど、探す目安とかってあります？このボールを探す2分3分だね。2分3分、そう、2分3分でなかったらもうロストボール紛失球として、もう前4とかからやっちゃった方がいいね。ああ、じゃあ OB 扱いと一緒ってことなんですね。特にまあ後ろがさ詰まってたりとかする場合は、まあ、なんかそんなになんか余裕があれば探してもいいと思うけど、うんうん、そう、そこも何迷惑かけないっていうとこを意識しながらやってる。そうですね。意外と飛んでるな。そうですね。さすがだね、高井ちゃん、目が良くなってきてるね。そうですね。太一さんがそんなとこで止まるわけが。いや、なんか全然飛んでないイメージだったから。言ってましたもんね。そうそうそう。これ150。もう見やすい。150ってことは、はい、と表記されてますが、はい、多分ね、160ぐらいあると思うだよ。だから6番アイアン。6番アイアン。はい、いきます。キーありますね。ね。お。ナイスオン。いや。失点ないですか。奥行ったか。あれ？ちょっと超えたかも。超えました。150で合ってんだ。ちょっと超えたかもな。オンしてないかもしれない。わあ、うん。なんか見た感じオンしてたんですけど ね。ついたのはオン、もちろんついたけどさ、はい、そっからラン出て超えてるな。多分。超えちゃったか。ちょっとあれだね。距離的ミス多いな今日。そうですね。距離感、風とかもありますもんね。まあ、風もそうあるし、そうなんだよね。なんかね、なんか遠く見えちゃうだよ。今日やっぱ表記通りの方が合ってんだよな。なるほど、うん、俺の目より確かに遠く行ってますね。ねえ、あ、もうピンがあれだな、グリーンの一番手前だ。そうですね。なあ、ここはやばいな。セーフ。バンカー行ってると思いきやセーフ。セーフけどちょっとオーバーだな。いい、そうですね。そうだな。これ3打目ね。3打目、はい。下らんか。
いいとこ落としたと思ったけどな。そのままなんかスルーって行きそうでしたけどね。もっとスーっていうイメージだったけど、はい、意外と下らんかったね。そうですね。止まりましたね。止まったね。パパッツ。お、来ました。ちょっと下ってますね。フォーチキーです。ありがとうございます。フォーチキー？フォーチキーです。これはまずいね、ちょっとね。もう言葉が出ません。ナイス。ナイス。ナイスです。なんとかボギーだね。そうですね。チキチキボーンが。止まりませんね。今日は止まらないです ね。カッパエビセになっちゃってますよ、チキチキボーンが。どういうことですか。いや、止まらないですよ。あ、やめれない、止まらない。あー、なるほど、なるほど。浮かして、打つ時だけしかつけちゃう。パットが上手い人は絶対、ケツと手首が動かないらしい。いや、ゴルフやって、その後のご飯もやっぱ楽しみだね。はい。